はい、皆さん今日はですね、この2車種話題の XSR900 そして MT09 この2台に乗り比べてみました。まずですね、この XSR900 はもちろん今話題になってますけども、これもまだまだ新しいですね。出たばかりといっても過言ではない MT09 なんですけども、ここ、まあ価格差ももちろんあるんですけども、迷ってる方多いと思うんですね。で、今日はこれを対決させてみたんですけども、まずですね、大きな違いとしてはキャラクター設定ですね。エンジン自体は同じです。で、フレーム自体も同じです。ところがですね、バイクとしてのキャラクター設定はもうこれ全然違いますね。まずこちらの、XSR900 の方はですね、非常にですね、まあいいところからいきましょうか。 XSR900 のいいところ、非常にですね、滑らかです。で、3気筒エンジンの魅力の一つに滑らかさがあるとは思うんですけども、とってもですね、それをですね最大限活かしている MT09 トレーサーなんかもそうなんですけども、例えば0から1のところ、アクセルを、まあ、走行中ですよ、走行中アクセルをオフにしていて、そこから少しアクセルを開けたところ、本当にアクセルが入るところですね、あそこがですねちょっと上手に、スロットル操作をしてあげると、ほぼほぼ感じられないぐらいのところまで、操作してあげることができる。そして、全体的にアクセルをこうある程度ラフに操作してもすごく滑らかに走ります。ただし、滑らかなんですけども、当然開けたら開けただけスピードも出ます、力はあります。そしてアクセルに対してのレスポンスもすごくいいです。なので、いい言い方か分かりませんけども、例えば手抜きもできるし楽に走らそう、ツーリングの帰り道疲れて楽に走らそうみたいな乗り方もできますし、かっ飛ばした時もですね、ちょっとスピードを出していても、ある程度うまく走れてしまう、そういった魅力があります。実はトレーサーも、すごく似てはいるんですけど、そして足回りもですね、初めからですねすごくいいところに設定されているように感じます。違和感は感じないですし、非常にしっかりしてますし、そしてこのシートがすごくですね09に比べると後ろに座る感じになるんですね。そしてスポンジ自体もとても硬いです。硬いんですよこれ。なので座った位置的なものはすごく高い、見晴らしがいいポジションになってるんですけども、これがですね、まあ意図したものなのかデザイン上そうなってしまったのかわからないんですけど、ものすごい乗りやすくなってます。で、 MT09 と比べても、ここはもうはっきり言ってしまいますけども、MT09 と比べてもはるかに乗りやすいオートバイです。で、スピードも出しやすい、まあスピードも出しやすい、あとはコントロールもしやすい、エンジンの特性も使いやすい、すごくこのエンジンの魅力を最大限、いい方向に生かしている、それがこの XSR の、魅力だと思います。若干足つきは悪いんですこのバイク、数字で見てもそうですし、またがっても足つき悪いんですけども、正直ね、あんまりね考えすぎない方がいいです足つきに関しては。まず車体が軽いのと、こっちね足つき悪いんですけど U ターンとかすごい楽なんですよ。だからまあそうですね、あまり気にしなくても、いいんじゃないか、足つきに関しては乗ってて意識しないです、そういう風に感じました。なので、万能、ツーリングもできるしスピードも出せるし、全てにおいて頼りがいのある相棒というのが XSR900 という風に感じました。続いて MT09、こちらにも乗ってみたんですけども、この MT09 はですね XSR に比べて話をしていくと、座る位置がすごく低いです。だから足つきなんかもですね、やっぱり XSR900 に比べると随分楽ですね。そして、シート自体も XSR と比較すると柔らかいです。スポンジ自体が柔らかいので、まあ長距離乗った時にはですね、多分 XSR よりは楽だと思います、シートの位置に関しては。はい、そして、乗った感じなんですけども、まあこれちょっと実は少し開けて久しぶりに乗ったんですけども、やっぱりですね一言目に出てくる言葉はですね、凶暴なオートバイですね、感覚として。で、座った感じは少しこう奥に入っていて、 XSR と比べると着座も低いし、ちょっと収まった感じがあるんですけども、全体的にはですね同じエンジンなんですけども、
こっち乗って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 こう何度も比べると、特に感じるんですけども、なんかね、たとえスピードが出てなくてもすごく荒々しい感じが伝わってきます。お尻のところから、あとはそのハンドルの振動から、エンジンの音から、すごくですね、凶暴という言葉がふさわしいですかね。なので XSR は同じエンジンですけども、やっぱり調教されてるんだなっていうのを感じます。こっちはですね、理屈じゃない、荒っぽさがあります。そして、ポジション的にもハンドルがやっぱ近いんですよ。で、少し特徴あるポジションなんで、こうなんて言ったらいいですかね、走っててやはり若干神経を使います。コントロールするのにスピードを出そうとか、何かそういうことをしようとした時の限定された話ですけどね。ツーリングとかそういうのは楽ですよ。近所うろうろするのも楽なんですけど、ちょっとスピードを出そうと、した時にはやはりかなり、神経を使います。特にこの個人的にはフロントタイヤの、部分、フロントタイヤの接地感の部分とかをすごく気になってしまいます。はい。ただですね、やはり、MT-09、数あるバイクに乗りこなしてきた人たちがですね、ここにどっぷりハマってしまう、魅力というのがですね、そういう若干の不安定さだったりとか、このエンジンのやたらこう肉食の感じ、同じエンジンのトレーサーとか XSR と比べるとですね、非常に肉食の感じです。音もね、雰囲気も、そういったところがですね、これを買った人たちの心をですね、深く捉えない理由も今日よく分かりました。改めて乗り比べるとそういう魅力を持ってます。なので、若干の非日常を味わうという意味では、実はこっちに軍配が上がる可能性もあります。少し出来が悪いこの方が、可愛いというオーナーさんにはですね、全て思い通りに走ってしまうマシンよりはですね、こういう方がいいかもしれません。ただ今回のこの MT-09、 そしてですね、買い物サスが入ってるんですね。なのでこのサスペンションキットも含めて話をしていくと、じゃあ茅場のサスをつけた MT-09 と、ノーマルの XSR900 という比較をするとですね、先ほど言った、コントロールのしづらさ、神経を使う部分が、逆になくなってですね、すごくですね、こう09、スピードが出しやすくなります。いいのか悪いのか分かりませんけど、スピードが出しやすくなる。そうするとですね、この凶暴な、マシンがですね、よりワインディングロードではですね、さらなる牙を剥くという部分が出てくると思うので、なんかね、バチッとしてますよ、これつけると。すごく、接地感も分かりやすいし、安定してスピードが出せるので、非常にですね、よりこう悪いマシンとしてですね、凶暴なマシンとしてですね、完成度が高まってしまうのではないでしょうか。はい。はい、ということでですね、 MT-09、そして XSR900、 今日はゲストに来てくれたんですけども、もう一方ですね、今日は素晴らしいゲストがですね、この会場に来ていただいてるんですね。ちょっと、呼んでみたいと思うんですけども、ラングレン、どうも初めまして。どうも初めまして。今日はですね、スペシャルゲストでですね、ラングレンさんが来てくれてるんですけども、ラングレンさんもですね、今日はこの2車種、乗っていただいてるんですね。で、まあ私みたいな素人がですね、ペラ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 乗って喋るよりもですね、やはりここでラングレンさんにですね、コメントをいただいた方がですね、見てる皆さんもですね、よりためになるんじゃないかと思ったので、今日はお忙しい中来ていただいたんですけども、ロシアから。はい。でですね、ラングレンさん、まずこの2車種なんですけども、ラングレンさんはどう感じました？あ、はい、何でしょう、それどころじゃないと。はいはい、何ですかね、何か指さしてますよ。これはアーノルドステッカーですね。はい、アーノルドステッカーがどうしました？あ、こんなやつダメだと。あ、そういうことですね。アーノルドさんのことご存知なんですね。あら、なんか始まっちゃいましたね。はい。とりあえずですね、じゃあこの状態でですね、お話伺っていきたいと思うんですけども、ちなみに MT-09 から、ちょっと
聞いていきたいんですけども、このバイク乗っていただいてどうでした？はい、この筋肉を見ろと。あ、エンジンが力があるということですね。はい、ちょっとなんか赤くなってますけど大丈夫ですかね。はいはい、そしてまたがりましたね。はい、あ、足つきですかね。足つきがいい、はい、ということを言ってるようですね。はい、ん、はい、あ、スラローム、ワインディングはダメだということですね。じゃあこちらはどうですか、 XSR。 こっちの方がいいってことですかね。はい、こっちの方がいいと。はい、気に入ったみたいですね。どうやら、ラングレンさんは XSR900 が今回お気に入りだったみたいですね。さあ話はまとめに入ります。このオートバイ今日は対決でしたね。だからどっちがいいかどっちが悪いかを決めていかなくてはいけません。そしてですね、個人的にはですね、買うならばこっちかな、こっちです。ただカヤ場のサスをつけてくれるなら、引き分けにしちゃいけないので、対決なのでね、引き分けにしちゃいけないので、もしかしたら土日しか乗らないような使い方だったらこっち行っちゃうかもしれないですね。はい、なので1台しか持たないならこっち。ただし、お休み専用マシンとかだったりとか、もしくは、2台ぐらい持ってる方、セカンド持ってる方はこっちかな。こっちは心をわしづかみにされますね。なんていうんですかね、理屈じゃない野生味なんかこうストレスがスカッと飛んでいくような魅力があります。こっちは素晴らしい完成度、そして見た目もかっこいい、すごいかっこいい、多分こんなにかっこいいバイクなかなかないっていうぐらいかっこいいので、そういった意味も含めて1台を宝にするならこっちという気もします。はい、ただしどちらを買っても後悔しませんし、どちらを買っても初心者の人でも大丈夫です。なので、ぜひこの2車種この動画を見てさらなる迷いの迷路に入っていってください。そういうことになります。